どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3、ワイルドハントやっていきたいと思います。そうだね。ケイアモルヘン戦いということで、イエネファーとトリスが向かったんで、ちょっと追っていきましょうか。あ、本当だね。夜もある。ビギとフォーランが来てなくて残念だ。まあ、どうしたの？そうか。ああ、ここで、ゾルダン、久しぶりやな。戦いを前にして気づいたのさ。剣には研ぎ石が、鎧にはハンマーが必要だってことにな。まったくだ。感謝するよ、ゾルタン。さらにマハカム仕込みの化合物を調合するつもりだ。揮発性がかなり高くて、少しの摩擦ですごい爆発が起きる。囲まれた時に役に立つぞ。ほう、製法を作ってほしいものがあるんだが。もちろん、設計図があるならな。ゾルタン作れるんだ。はあ、意外だった。レベルが25に上がったんで、これは確か預けて持ってるんだよね。ズボンが意外とない。あ、でもない。いや違う、そもそもって感じか。まず売ろう。銀の、まあ一応保険で持っといて。いや、むしろちょっと売りたいな。ペレン。松明か。これはこれでいいとして、あとはいらない、いらない。あ、間違えた。一個間違えてたね。まあいいか。爆発意味、こういうのもあるんだね。さすがにレシピはないか。修理修理。これで190。この辺りもしとこうかね。強化解除。まあそうだね、強化してないしね。さあ、後で話そう。よし、また後で話そう、ゾルタ。あの赤タルはやばそうだな。おお、エルミオン。どうした？ベース見るの久しぶりだね。なんだかんだね。さあ、ゾルタの話して。おお、奴らに連れて行かせはしない。おー、ランパートね。どんな調子だ。ははは、はそんなこと言うなって。ハグロエスケル、戦いに備えて心を落ち着けたい。やっぱあの星座のポーズは馴染みなんだね。おー、ベス来てくれてよかった。ベースが追ってきてな。来るって聞かなかった。呼ばれなかったことに怒ってたんだけど、ロッシュに当たってたら収まっちゃった。いや、懐かしい友よ。なぜこのクソ野郎がいるわけ？彼が必要だ。こいつのしたことを忘れたとでも言うの？分かってくれ。彼からは目を離さない。ここでのことは俺が仕切る。あの、そうなんだよね。ネタバレで言うと、今のこのキャラ、実は2のラスボスです。まあ、内容はね、そこまで詳しくは言えないけど、まあ、最後にゲラルドと。ここでは俺が指揮官だ。俺が判断する。戦場で討論する余裕がないことは知ってるだろう。
今までの人生やらなきゃよかったと思うことはたくさんあるけどな、どんな時も上に立つ奴のことは尊敬してきたし信頼してきた。このケイア・モルヘンで初めてそれができなくなりそうだ。私たちはここで戦うけど、あいつに背中を預けるのは無理。まあそれもあってね。まあ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 ですね。裏切り者。厳しい戦いになる。準備はいいか。首吊りの木で奴らに会った時のことを覚えてるか。今度もぶちのめしてやろうぜ。まあだいぶ序盤の方かな、フェストはね。まあでも確かにそうだね、心理的にはっていうところだよね、ロッシュたちはね。まあ、本当は死んだことにしてくれっていうところだったんだけど、助けてしまったからな。まあ、ここら辺があの物語がね。おお。ご機嫌ようゲラルト。キーラね。今日死ぬかもしれないんだから綺麗にしておきたいの。ちょっと何するのよ。ワイルドハントを誘惑するつもりか。女が美しくありたいと思うのは誰かのためじゃなく自分のためよ。来てくれてよかった。また会えて嬉しいわ。もっと早く来るかと思った。どうせ来るかと。最初は逆方向に向かったんだけど途中で気が変わったの。なぜ気が変わったんだ。女には何かを決めた理由を説明しない時があるの。女魔術師ならなおさらね。まあこれで魔術師は3人いるわけだね。まあこれはこれでやっぱ心強いね。みんなを集めてくれ、会議だ。来てくれてありがとう。ワイルドハントがもうすぐ攻めてくる。狙いはシリだ。阻止しなければならない。なぜワイルドハントが来るとわかるんだ。彼らは私の瞬間移動先がわかる。そして同じように一瞬で移動できる。それで作戦は？キサキを制する。それぞれの役目がある。人数こそ少ないが信頼できる仲間ばかりだ。力を合わせれば勝てる。イエネファーが砦を魔力の障壁で守る。敵は壁の向こうに降り立つしかない。もし奴らが森に散ったら奴らを少数の部隊ごとに対処できる。遊撃隊に最初の志願者が出たな。俺も志願する。俺も行く。攻撃は最大の防御ってやつだ。彼らは門を通り抜けて砦に入ろうとするでしょう。この種の魔法は対処できないの。森の中でできるだけ多くの門を見つけて閉じてほしいの。ランバートがディメリティウムの爆弾を作る。できるよな。もちろん。決まりね。ヤーデンは門にも効くはずよ。あと魔除けをそれぞれに渡すわ。姿を見えなくしてくれるけど、止まってるかゆっくり動かないと効き目は切れる。敵と戦えば姿を晒すことになるわよ。それから声と匂いは消えないわ。敵が多いなら攻撃しないでトリスに合図を送って、彼女が援護してくれるから。あなたたちの合図を待って森に火の雨を降らせるわ。そうだね、皆が力を合わせる必要がある。数で劣ることを忘れないでくれ。力を合わせる必要がある。もしうまくいかずワイルドハントに追い詰められたら交代して砦の各門で交戦する。内側の中庭は最後の防衛地点だ。そこで食い止められなければ終わりだ。最も重要なのはシリだ。この戦いで最も重要なのはシリだ。
シリだけは何があっても守り抜くぞ。私は何を、塔の中にいて敵が守りを破って入ってきたら全員であなたを守るわ。そんな必要ない、自分の身は守れるもの。それは皆分かってる。だが怪物退治に一番重要なことを覚えているか。木を待つことね。後で魔除けをあげる。それを使えば自分の立っている場所に火の玉が落ちてくるの。いざという時に使って。作戦の残りの部分だが、他に使えそうなものはないか。石をかけるなら落とし穴を掘っておこうか。入れ墨体式のやつだ。どんなのだ。地獄みたいに深くて尖った杭がびっしり。マハカム仕込みの化合物を持ってきた。乾燥した小石よりも火がつきやすく何にでもくっつく。こいつを樽に詰めて細い通路に置いておき、敵が来たら爆破するんだ。この下はガスの溜まり場だって知ってたか。必要なら地面を割って爆発させれるぞ。そのためには準備が必要だがな。研究室と工房があるな。忘れないでくれ。俺たちが使える物資は乏しく、時間はさらに少ない。ワイルドハントに最も有効な武器を決めなくてはならない。その通りだ。研究室と工房、それぞれ武器を一種類ずつ用意しよう。研究室には何がある？研究室を使いたいものがある。今霊薬を調合している。それでよければ続けよう。ウィッチャーの罠なら用意できるが、研究室の全ての設備を使うことになる。霊薬が一番役立つ。ウィッチャー、霊薬、しかもこれウィッチャーしか使えないのよね。ウィッチャーの罠が一番いいだろう。こっちは人数が少ない。できるだけ多くの罠を仕掛けるんだ。工房の方はどうする？壁の穴を修理したいんだが、武器庫の瓦礫をどかすのにも同じ道具が必要だな。瓦礫？知らないのか？何年か前に屋根が崩落したんだ。中にはわしら向きの上等な剣がある。穴を塞ぐことも重要だな。あそこを通ってきた奴らに包囲されるかもしれない。そうだね、言うか。いや、壁の穴を塞いでもらおう。壁の穴を塞ぐことが最優先だ。他のことをしている時間はないぞ。準備はできたか。さあ、仕事に取り掛かろう。よし、決まりだ。時間がないから早速始めよう。まとめよう。イエネファーは敵の視力を防ぐ魔力の障壁を作る。それによって敵は森に追い込まれる。そこがランバーとゲラルト・レスの待機場所だ。彼らがディメリティウムを使って航海士の門を塞ぎ、できる限り多くの敵を砦の外で足止めする。トリスはゲラルトたちの合図を待って敵に大打撃を加える。他の全員で砦の内側に入ってきた敵を迎え撃つ。うまくいかなかった時は中庭を捨て塔の中に交代する。忘れるな、絶対にシリをエルディンに渡さないこと。それが最重要だ。砦の地図を見て細かいことを決めていこう。さあ、作戦がどう反映されるかだよね。見落としている気がする。考えすぎるなよ。準備はうまくいってるか。準備はあまり時間がなかった。正直万端とは言えんな。俺はみんなを危険な目に遭わせてるな。心配しすぎだ。そのしかめ面をやめろ。俺たちならやれるさ。ありがとう、いろいろとな。馬に鞍をつけておくぞ。森へ向かう時になったら来い。レソを連れていく。俺の意見は知ってるな。さあ、準備もちょっと微妙な感じだったね。大丈夫かな。あ、このゲームね、選んだことによって結果がガラッと変わるんで。
気にはなってはいるか。どうなるか。まあ、相手はまだ持てるからいいね。あ、いやいや、防具。確かね、レベルが高いやつが切れるね。24。こっち12か。まずこれ。32か。まだまだやね。あれだけだね。100系やね。なんかすっげー真っ赤な血に染まっても大丈夫なようになったね。さあ行きますか。三段。いや、ちょっと待った。なぜか弓が装備されていない。で、爆薬もこれでいいか。錬金術は多分作れないもんね。あとは、レベルが4上がったんだよね。めちゃくちゃ上がったんだよね。俊足。スキルは別に貯めといてもいいかな。結局スロットが空いてないんだよね。始まったな。森へ急げ。
片付いたらイエネファーに礼を言わないとな。あの魔法はすごいぞ。姿を消す魔法もな。犬には匂いでバレてしまう。近づきすぎるなよ。それに敵と戦ってもバレる。覚えておけ。こいつはいつもこんなおしゃべりなのか。緊張している時だけだ。ところでこの爆弾はよくできてるな。使う時はよく狙えよ。ディメリティムは残り少ない。ユネファーが亀裂にヤーデンを使えと言っていたな。陰で封印できるそうだ。来たぞ。ご挨拶の時間だ。落ち着け。不意をつくんだ。まずは隠れてトリスの力を見せつけてやろう。それからみんなで奇襲する。メリーゴールドは蝶の群れを呼び出す以上にすごいことができる。その通りだ。すぐにわかる。さあ、ディメリティーがあるね。近づきすぎるなという。もし俺がメリーゴールドを怒らせそうになったら、ぶん殴ってでも止めてくれよ。まあ、やばそうやね。さあ、進もう。この瞬間が戦いの前の空気を。まず3箇所、ヤーデンの準備もしつつだね。ロッシュの落とし穴、完璧な罠だな。本気か？俺たちが落ちたら死んでたぞ。落ち着け。こういった戦いでロッシュの落とし穴は都合がいい。俺たちの体重では崩れないが、完全武装したワイルドハントなら話は別だ。こう姿を隠す魔法を信じてないわけじゃないが、犬どもには近寄らない方が良さそうだぞ。これか。ここあたりかな。待て。なんで投げ入れたのに。違う、いやーね。おい。閉じた。ああ、そういうことね。投げる場所が気をつけないといけなかったね。クエーン貼ってしまったが。はいはい。さあ次。この敷地内入ってからだね、問題はね。さて。あーちょっと邪魔。なんで前に来るかな。そう、これで一つ減った。そう、やばい。そう、さあ回転剣。アイテムを取らせてくれ。アイテムをなかなか貴重なアイテムを取らせてくれ。はあはあはあ、ヤーデンでもいいけど、まあ投げてミスった時用だね。ちなみに値段になるぐらいかな。あ、ちょっと上がる。あー、ちょっとね、10上がるか。鋼、あー、めっちゃ上がるね。
クリティカルボーナス20のアドレナリン出血凍結防御力貫通はでかいね。やっぱこっちだな。ダメだったか。イヤーデン準備しておいて、外の匂いでバレるんですかね。で3回で4回で終わったぞ。いやつで、やべ、回収回収。ゲラルト、こっちだ。見ろ、舞台を立て直してるぞ。まずいな。司令官が見えるか。あれがイムレリスだ。くそ、自分が弱まってる。姿が見えちまうぞ。あいつをやるか。危険すぎる。つまらん。ゴールドはどうした。くそ、さあ何かがあったね。私も戦いたい。みんなが戦ってるのに待ってるなんてできない。中に戻れ。ゲラルトが合図を送ったのにトリスが呪文を唱えてないのよ。くそ、彼女のところへ急げ。おー、なんか強そう。おー、ナイス。ルベルシェイス。だいぶ怒りがこもってたね。ナイスゾルタン。R1 で自分の現在地に向けて火球を降らせる。 R1 ね。ブリングトリスの魔除けは使った。そういうことね。さあ、飛んでまた後ろ取って。やっぱシリ強いね。
や、状況が変わってきたね。まだゲラルトの方は司令官倒さないといけない感じだね。ゲラルト、下がれ。おお、レソもやるね。間に合ったって感じか。さあ、イエネファー、これそう、あのね、でゲラルト自体はワイルドハントに一時期いたんで、だから中身のことを知るね。まあ記憶がちょっと曖昧なところ多いんだけどね。だからワイルドハイのこと詳しいんだよね。侵入される前に仲間を閉めないといかん。仲間を閉めるか。時間の問題だね。こうなるとね。いや、ランバード。おお、ナイスヒーラー。これいなかったらさ、ね、誰か助かってないっていうことがあり得るのか。めちゃくちゃ。そうでしょ。下にいるね。ランバート。交代するんだ。エネファーの力が弱まってる。さあ、もうちょっとね、危ないからね。交代するんだ。エネファーの力が弱まってる。はい。あれ、サオリー危ないね、なんかね。お、ねえ、イヤーデンを、はい、あー、レベル上がった。やべ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 。ヤーデン使っておいて。武器問いどこ。よし、行こう行こう行こう。行こう行こう。危なかった。ギリギリ間に合ったな。持ち場に戻れ。
ああそう。見つけずに行かないとね。全員来てるかな。エスケルはどこだ。クソ、あいつは仲間を開きに行った。開いていないぞ、まだ大丈夫だ。今はトリスの心配をしろ。さあ、こっちか。あったね。まずそれを解いて、どこいる、いてぇ、いにくい化け物め。やっとだ。ボスっぽいの強かったな。うまくいってないみたいね。交代せざるを得なかった。敵が大門から攻め込もうとしたんだ。次は押し切られる。エスケルはどうしたの。退却しなきゃ。ピンチなの。助けに行く。私のあげたあの石を使うのよ。さあシリ動かしていこっかね。さあ皇太子がいるか。やれるのよ。
ただし回復がないんだよね。そう、やばいやばい、燃えてる燃えてる。おお、誰があなたを助ける。こうこう、いい、わいいね、動きがね。あーいや、これじゃ、こっち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 。さあ、もう開けたいがバッツあー、展開的にどんどんやばいね。エスケルが仲間を開けた、交代するぞ。交代だ。外に出るなと言っただろう。今さらね。今から入ってくるぞ。リメリティウム爆弾、壁際の箱にまだまだ入ってるぞ。さあ、爆弾を使えと。ゲラルト、敵を防ぎきれ。私が生命の魔法陣を描く。隙間から入ってくる。フレームは使うとして、だかも。リメルティング爆弾ほんと強いな。ゲラルト、サボラが開けた穴から奴らが侵入してる。すごい。敵は壁に立ち往生だ。はい、イグニティや。なんでイグニだけ食え、違うのになるかな。そう、なんだかんだね。さあ戻って反対側、上か、上か。待て待て、一発がでかい。あ、こっからか、まだよかった。そうか、自然回復が収まってたか。イグニディ、ってなると
借りたいが。さあ、はい、じゃあ。いや。なぜだ。まあいいや。あとだと、ランピングしまくして。大魔こんなところにいるか。このままだと突破されそうだ。中に入れ。やられた。これ以上抑えておけない。置いては行くまい。貴様ら人間には感情があるから。シリ、よせ。ああ。行ってはいかん。お前は言うことを聞かんやつだな。だがそこが好きだったぞ。
進むも。私、間に合わなくて。お前のせいじゃない。ここに逃げてきちゃいけなかったのね。アバラクは弱ってるけど生きてるわ。トリスは他のみんなと一緒。あなたもみんなも殺すところだった。誰も責められない。あるのは悲しみだけど、お前はみんなを救ってくれた。お前がいなければみんな死んでいた。違う。私がいなければワイルドハントが来ることもなかった。ベサミルの弔いだ。準備しよう。Thank you.
自分を責めるな。ベッドで死んでるウィッチャーまでいない。あなたにはわからない。大好きな人が私のせいで私のために死ぬ気持ちなんて。みんな覚悟を決めて臨んだんだ。ええ、助けてくれた。でもいつまで？一週間？一月？お前をかくまって痕跡も隠せば。ダメ。私はもう逃げない。生き残った者たちが死に急いではいけない。仲間に敬意を表し別れを告げろ。その後作戦会議だ。いやーマジかー、デスエミルなくなるのか。いやまあまあまあね、ゲラルトの師匠でもありと、いやシリの師匠親ってこういう立場でもあったしね。いやマジか。まあまあまあちょっとね、まだまだやられるべきことはありそうなんで、ちょっとやりながらやっていきますかということで、今回はここまでにしたいなと思います。いやそうか、まあ次回は戦いが残した課題ということで、まあ今から反撃に行くのかなと思いますが、まあ準備が必要だろうね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。